ベングリオン国際空港内の免税店、ノイバイ国際空港内の免税店、秋葉原にある市中の免税店。アジアからの観光客が近年増加しているため、同地区では免税店へ転換する店舗が増加している。那覇空港にある市中の免税店で購入した商品を受け取るための施設免税店は出国する旅行者に対して商品にかかる税金を免除して販売する。 小売店を言う。主に空港内や一部の繁華街に存在する。また、国際航路の船内に設けられている、ショーケース販売や、国際線航空機の機内免税品販売も、免税店の一種である。日本語ではどちらも免税となるが、英語では、関税の免税であるデューティーフリーと、消費税や物品税などの付加価値税の免税である、タックスフリーに分けられる。 免税店にも2種類あり、消費税だけでなく関税、タバコ税、酒税などまで免税になる、保税免税店と消費税だけが免税になる、消費税免税店が存在する。デューティーは講義には税全般を含むことから、消費税免税店で、デューティーフリーと表示している例もあるが、厳密にはカスタムデューティーフリーであり、観光客の錯誤を防ぐため消費税免税店の、 統一マーク整備などが課題となっている。2014年の免税店市場規模は韓国が世界一位で7兆1000億ウォン。特に急増する中国人観光客が売り上げの半分以上を占めている。保税免税店、空港免税店が代表例である。基本的に税とは国家が課するものなので、開港であれ、空港であれ、出国手続きから船舶、 航空機内を経て他国への入国手続きまでの間は税法上はどこの国にも属さないことになる。つまり、この間一切の税金がかからないため、特に高額の税金がかかるビールなどの種類やタバコ、香水などの商品を本体の海の価格で購入することができる。おおよそ世界中の国際空港の出国手続き後の区域には免税店が出店している。 購入した品物はそのまま、機内持ち込みで荷物として国外に持ち出される。多くの場合は、出国手続き後の出発エリアに存在するが、理論的には、入国手続き前の到着エリアにも出店可能であり、現にそのような空港もある。日本でも、関税法基本通達の改正によって、到着エリアにも出店が可能になったことから、 成田国際空港に到着時免税店が出店した。ただし、関税法基本通達により、商品は海外製品に限られる。また、一部店舗は入国審査後の手荷物受取所に出店となっている。国際線航空機の機内販売、国際航路の船内販売も、この類型に属する。保税免税店の日本での根拠法は、関税法で、管轄官庁は、 財務省関税局である。日本の国内法上は、関税法の保税増置上の許可を受けている、保税地域や、保税売店と呼ばれる区域であって、外国から到着した外国貨物の関税や国内税の納付を保留した状態である。税金納付を保留した状態で出国者向けに販売するため、安価になるのである。消費税免税店、市中免税店などでの、 消費税免税制度については国によって様々な制度がある。消費税免税店の日本での根拠法は消費税法で管轄官庁は国税庁である。日本の国内法上は消費税法第8条に定める輸出物品販売上のことで家電量販店や百貨店などの市中免税店がこの類型であることが多く、 いわゆるブランド物や家電製品を販売する店が多い。法日外国人観光客の増加とともに、百貨店や家電量販店が免税手続きカウンターを設置して対応している。こうした免税店では、購入の際にパスポートなど免税で購入することのできる人物であることを証明する書類を提示する必要がある。さらに、購入した品物を 必ず国外に持ち出すことの制約書を提出した上で消費税免税で購入し、品物をその場で持ち帰ることができる。購入した品物の明細書はパスポートに重複され、出国手続き時に明細書通りの品物を所持していなければ、明細書と比較して、不足分は国内で消費したものとして消費税が課税される。2014年には対象品目の拡大。 対象金額の引き下げが行われ、これまで対象外だった、食料品などの消耗品も対象になった。そのため、国内で消費していないことを証明するために、消耗品は開封したことが、判別可能な専用のセキュリティバッグで商品を減封し、もし出国前に開封した形跡がある場合、国内で消費されたとみなし、課税される。日本においては、 非居住者に対する免税は、一般物品については5000円以上、消耗品、特殊放送が必要。一般物品についても消耗品と特殊放送をする、ことで合算が2018年7月1日から、以下については5000円以上50万円以下について、消費税免税制度の対象となっている。あまり知られていないが、 海外旅行者に対する免税制度もあり、贈答品や渡航先で使用、または消費する物品について免税店で購入した単価1万円超の物品に関しても、所定の手続きを経ることで、輸出物品販売所が輸出したものとして、消費税の輸出免税の対象となる。この場合、購入者制約書を店舗に提出するとともに、輸出証明申請を輸出時に税関に提出し、 後日、税関から輸出証明書について免税店に提出する必要がある。なお、手続きの電子化により、令和2年4月1日以後、購入記録表の旅券への重複お及び出国時税関への提出は省略され、旅券の提示にとって変わられる。海外では、一旦通常通り消費税込みの価格で購入し、購入現場にて、 免税手続きだけをし、出国手続き後のエリアにある消費税、払い戻しカウンターにて返金を行うことが多く、それらを専門的に行う国際企業も存在する。これらは事後免税制度と呼ばれることがある。多くの場合、消費税全額が還付されるわけでなく、通常は消費税還付代行業者の手数料が抜かれる。空港免税店、保税免税店で、 一般的なのは国際空港に設けられた保税エリアの店舗である。保税エリアでは店舗や商品によっては消費税も免税扱いになっている。空港免税店の商品はアイテムによっては最安値になっている可能性が大きいが逆輸入商品ではすでに関税がかかっているため割高であり、また自国内で国産品として購入する場合には関税を考慮する。 余地はなく、免税は消費税の免税となる。市中免税店、消費税免税店とは異なり、一般に保税免税店を市中に設置する場合には、購入商品は外国貨物扱いとなり、保税区域から持ち出すことができないので、支払いと引き換えに商品を顧客に手渡すことができない。そのため空港の出国手続きの際に商品を引き渡すといった仕組みが取られる。 日本国内で市中に保税免税店を出店している例は沖縄県那覇市の特定免税店制度の適用を受ける那覇空港国内線ターミナルビルの DFS 免税店那覇市おもろ町にある DFS ギャラリア沖縄がある。また2014年7月31日成田国際空港と三越伊勢丹ホールディングスなど各社が合弁で新会社を設立し 沖縄の特定免税店制度以外では初めて市内でブランド品などが購入可能な空港型免税店を市中免税店の形態で三越銀座店内にオープンすると発表した2016年1月27日ジャパンデューティーフリー銀座がオープン同年3月31日には関西国際空港に 日本初出店をした韓国業界1位のロッテ免税店も同じ銀座にある東急プラザ銀座内にロッテ免税店銀座を4月1日には福岡三越内に福岡空港ビルディング西日本鉄道三越伊勢丹ホールディングスが出資する福岡デューティーフリー店人がオープンまた2017年4月27日には韓国で 業界2位のホテルシラギが、高島屋、全日空商事と合弁で、高島屋タイムズスクエア内に、高島屋免税店シラ &ANA がオープン。一方で、中国人観光客による爆買いの陰りなどから、市内免税店事業への進出を検討していた、新幹線国際空港は、計画を中止した。2020年には、 新型コロナウイルス流行に伴う訪日観光客の激減で、福岡デューティーフリー天神、高島屋免税店シラ &AN 米が相次いで閉店した。香港のように全域が保税エリアになっており、タックスヘイブンのようになっている場合もある。デューティーフリーにしてもタックスフリーにしても、当局が最も警戒するのは、課税されるべき品物が課税されないまま国内。 流通することである。消費税免税店の場合、店頭で、パスポート等で、免税対象者を限定していること、そのものが、免税購入後に国内に品物を流出させたとしても、出国時に原品がなければ、その分の消費税が徴収できることで、不正規流通を防止している。保税免税店では、空港免税店の場合は、購入客は、 そのまま旅客機に搭乗してしまうので問題はないが、支中に保税免税店を開こうとすると、購入物品が確実に国外に持ち出される、要、保税運送の承認を受けて購入者が出国する、空港まで運送し、出国手続き後に購入物品を引き渡すか、支中で注文を受け、空港近くの保税倉庫から、購入客の出国時に商品を引き渡すか、 いずれにしても引き渡し場所を空港内に確保しなければならないなどの課題が生じる。前日のジャパンデューティーフリー銀座では東京国際空港、成田国際空港内に市内免税店引き渡しカウンターを設置した。韓国など多くの国では主要な国際空港、港湾に免税品引き渡し所を設置することで対処している。購入した。 市内免税店の免税品引き渡し書が存在する空港ならどこの空港から出国しても引き渡しは可能である。しかし、チャーター便などで空港内、港湾内に引き渡し書が存在しない場合、免税品は購入できない。また、購入時に正確な出国日時、便名を申告しないと空港に商品が用意できず、引き渡しができない場合がある。特に、 空港ターミナルビルが複数ある空港や旅行代理店経由のパッケージツアー客、コードシェア便などの場合、正確な航空会社名を把握していない場合、利用する空港ターミナルビルとは別のターミナルに商品が送られ、商品のターミナル転送に時間がかかることから引き渡しできない恐れもある。法日外国人向けの免税店として認可を受けながら、 実際には免税の対象外である中国人バイヤーに対し腕時計などを短期間に多数販売していたとして税務調査によって一旦還付を受けた消費税と過小申告加算税を追徴課税された例がある日本では6ヶ月以上在住している外国人は免税の対象外であるが革新的に手続きを行う者も,もいるまた 来日した家族に買い物を代行させる者もいる。これらの脱税行為を販売店側が摘発することは難しく、また出国時に税関が明細書と現物をチェックすることになっているが、それもほとんど行われておらず、事実上の話になっている。海外においても国産免税品に限りその場で商品を受け取れる制度を悪用し、 出国航空券の予約キャンセルを繰り返しながら、高額の国産免税品を購入し、それを国内に不正流通させる脱税行為が行われている。各国それぞれの事情で国内向け免税店が存在する。第二次世界大戦後のアメリカ統治時代の沖縄県では、酒税や関税などが日本の本土より安かったため、 本土からの観光客にとっては、市内の一般小売店でも免税ショッピングが楽しめた。この需要は大きく、観光産業にとっての追い風になっていた。1972年の沖縄返還に伴い、税率が本土並みに引き上げられると、低税率のメリットがなくなってしまうため、代替措置として観光戻し税制度が施行された。その後、 2002年には観光戻し税制度が廃止され、代わって特定免税店制度が施行され、本土から来る観光客は引き続き沖縄県で免税ショッピングが可能となっている。この制度では、那覇空港発の沖縄県外帰国内線で品物を県外に一旦持ち出すことが免税ショッピングの条件であるので、外国人や沖縄県在住者も免税価格で購入できる。 特定免税店に指定されている那覇市おもろ町の DFS ギャラリア、沖縄で登場予定日と便名を申告して免税価格で購入し那覇空港国内線ターミナルビルの商品受取カウンターで受け取って登場する受取カウンターに隣接して DFS 免税店がありここでは免税価格で購入して商品をその場で受け取ってそのまま登場できる 市中への保税免税店の出店の類型に相当する。チェジュ特別自治道では、道外に出る観光客は、チェジュ特別自治道旅行客に対する免税店特例規定により、チェジュ国際空港、チェジュ港、市内にある JDC 免税店、チェジュ観光公社免税店で免税ショッピングが可能になっている。なお、沖縄の特定免税店制度と異なり、 タバコの販売も行われているが、年間6回、1回あたり600ドルという購入制限がある。購入の際には本人確認のため身分証明書の提示が必要。価格は他の韓国内免税店と同様、すべて米ドル表示となっている。海南島では離島免税政策により海南島を離島する観光客を対象に毎回3万人民元を限度に、 免税ショッピングが可能となっている。2020年には上限を10万人民元に大幅引き上げる方針を決定した。これは韓国や日本などの海外免税店での消費を国内回帰させる狙いがあると思われる。金門県では離島免税公物商店設置管理、ポより台湾本島に向かう観光客は 当内の指定免税店で免税ショッピングが可能となっている。それぞれ種類は毎回1リットル以下、タバコは毎回紙巻きタバコに100本以下、その他の商品は毎回10万台ワンドル以下で、それぞれ年12回まで購入可能。ありがとうございます。